高校の時にさ、ああ。まあいいや、あれになったことある？集合写真の、左上の肖像みたいな。わかる？あれだったんすか？ワイプみたいなやつ。飛んじゃったみたいなやつね。うわー！雑魚 AP 始まるか、これ。雑魚ー。欠席した。欠席なんした。たあれ？ワイプ？え、俺んなとこあんの？ワイプあります？俺、高校とかって俺、あんま真面目に行ってなかったから、結構単位ギリギリだったのよ。っていうのも、単純にもうサボり癖がひどくて、めっちゃサボってたもんな。なるほどね。で、だから、ちょこちょこもういなかったのよ。その学校の集まりとああ、かに。行事みたいなね。で、なんか、俺がいなかったタイミングで、なんかその、卒業式に載せるような、集合写真みたいなの撮ってたみたいで。で、だから俺、違う日に呼び出されて、一人で写真撮って、そこ立ってって言われて。うわみんなが撮ってたとこと同じとこで、俺、ー。一人立って、カメラマンさんとかいて、はい、撮るよ、みたいな感じで。そういう積み重ねがあって、もう捨てるようになってたそかもれしれで、ない。この写真、だから俺この写真何なんだろうって思ったのよ、ずっと。ああ、どこに使うんや、これ、みたいな。そう、何の写真なのか全然わかんなくて。でも説なん明か、されないんだ。そう、で、卒業アルバムもらった時に、あ、これか、っていう。編集で入れておきます。ポッて入れポないといコーけンとね。あれきついよ。それきつあそうっれす結構きついよ。ね。だってクラスだけじゃなく、もう学年全員、わっ、あってなるわけだからね、それ見たとき。うわー、こいつ。こいつワイプは、になっみとたいるな。みたいな。あと俺なんか、うち、工業高校だったんですけど、卒業するときに、全員の生徒の就職先が全部書かれるんです。アルバムに。すごいでしょ、これ。もう今だったら多分やばいと思うんですけど、バーって結書構かれる。なプライバシー侵害なのか書かれるんですよ。で、ポツポツ、自営業とかね、こうに就職決まってないやつが、もう、もろバレするんですよ。自営業みたいな。決まってないやつ入れてなんか、くるみたい GA みたいな書かれて、これ恥ずかしいだろうな、みたいな、思いますけどね。な。ちょっと、いや、結構嫌だ、それはマジいや、マジでね、今ないと思うんですけで。ああ、ないでしょうね、それは。いや、もう、これ、インのエピソードしか出てこないよね、卒業今日、の。まあ、